どうも、キューティクル全開、ワザです。よろしくお願いします。違うんですよ。これ笑ってる場合じゃなくて、全く記憶ないんですけど、あれおかしいなと前から思ってて、ちょっと冷蔵庫をね、ちょっと覗いてみたんですよ。まあこれ僕の冷蔵庫なんですけど、まあ、全然正直ここら辺の手前のものしか取ってなくて、で、たまたまね、ここをちょっと開けてみたんですよ。そしたらここ、龍角散とのすっきり飴があるということで、これ関係ないんですけど、今回ね。関係ないんですけど、ここに、これ、こうなんかお椀にね、なんか、保存されてるんですよ。これ見るからにやばいじゃないですか。でしかもね、これハート柄でしょう。プリティだでしょこれ。俺このワンね、ずっと探してたんですよ。どこにもないなと思って、そしたら今この冷蔵庫にあって、このプリティなワン、これもう一回言いますね。プリティなワンがね、いやーこれずっと探してた本当に。いやまさかね、この冷蔵庫の中にね、このアリよりハベリ今そこにって言ってこれ全く読めないですよ。全く読めなくて、これ何これ。確かに、あの、10ヶ月くらい前から、このお椀全然見てなくて、だから多分ね、10ヶ月あたりに何かを保存したんですよね、僕ね。何か保存したんですよ、この中に。うん、ということなんで、今回はこいつを試食してみたいと思います。というわけで、冷蔵庫から持ってきました。もうなんだろう、もう、あの、なんか、ここら辺からね、もうなんかタイヤの内側に味噌汁注いだみたいな匂いするんですけど、これやばいっすね。これこう熟成されてるからなんかわかんないですけどね、このラップのこっち側にこうしたところに水滴がついてるんですよね。この水玉ちゃんがこれちょっと怖い。何これ何これ。あ、中身やね。これ漬物、これナマコみたいに入ってますね。なんかナマコみたいなの分かります。これナマコみたいに入ってるんですよ。うんこ、これ間違いねえ。あれ俺うんここん中に保存したかな。じゃあまずこのラップの内側についた水滴をこうスプーンでこう作ってみましょう。ここ内側じゃなかった。ここ表だった。ここでしたね。あ、でも水水水水、これなんか浮いてるよ。なんかこの出汁みたいなのに、これ多分漬物だと思うんですよ。これ僕あんま漬物食わないんで分かんないんですけど、これ漬物だと思うんですよ。俺たくあんオンリーだから、たくあんオンリーの人間だから。わかります、これ凝縮したうんこですよね、どう見ても。ちょっと こいつは鳥ですね。大鳥ですね、こいつは鳥なんで、ちょっと落としますね。出汁ですね、あのうんちの出汁が。いやー、まあ、色してんのこれ。10ヶ月前のいにしえの出汁をいただいてみたいと思います。口頑張ってスプーンにつけろ。口頑張れ、俺頑張れ。よし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 。何これ、うわーしょっぺ。違う、割と風味豊か。いや、でもない。俺、漬物って黄色と緑色のイメージしかなくて、これなんで茶色になっちゃったんですかね。こんな漬ける必要なかったっすよね、これ。じゃあ、このあー、これ買った。というわけで、じゃあこいつをいただきたいと思いませんだ。思っちゃったよ。落ち着け落ち着け俺。というわけでこいつを今から男馬面は食べたいと思います。いただきます。顎をもっとこう、顎出ろ。あ、出てる、入ってきた。カメシャリつった今これ。なにこれ、気持ち悪い。カメ違う、リキムじゃない、顎に、リキム、顎のリキム。
全然、あ、これキュウリのキュウちゃんだ。